だろう。神谷さんが俺たちのコーチに。すごい。掛川はここ数年予選敗退の弱小チームと言われている。お前はサッカーをやりたいか。サッカーがやりたいやつだけ来い。サッカーの好きなやつだけついてこい。サッカー続けてたんだね。会いたかったよ。さあ始めようよ、サッカーを。まずは1点取る。絶対に敗部になんてさせねえ。目標は全国優勝だぜ。俺たちみんなが切り開く。ここでしかやれないことがある。自分を信じろ、仲間を信じろ。諦めんな。ボールを持ったら観客すべてが自分を見ていると思え。一歩でもボールをゴールに近づけるんだ。俺はお前が好きだから一緒にいるんだ。ごめんなさい。絶対に勝つ。そうだよな。あいつらはまだ未完成どころか、始まったばかりだ。